次の質問に行きたいと思います。はいはいはい、はい、じゃあポンちゃん、そのバイクの人の好きな箱の中には何が入ってるんですか？またまた、こんな質問する。ポンちゃんありがとう。何でもいいねんで、質問は。関さん優しい。予想、新鮮なお魚、美味しそう。いや、そんなはずないやろ。ポンちゃん、うん、あながち間違いじゃないで。え？言うた方にも作り。実際にはな、地域の人とコミュニケーションするいろんな資料が入ってんねんけど、目に見えへんもんも入ってんねん。何その目に見えないものって。キリンや。それはな、二つの愛なんや。え？二つも？そこに愛はあるんか？っていうやつやな。うん、知ってる知ってる。これはしっかり伝えたいので、次回ゆっくりと。ええとこで終わるな。なんか、テレビドラマみたいや。じゃあ、ポンちゃん、次回じっくりと教えてもらいましょう。